3年ぶりとなる今回の教室は、琉球コラソンの石川譲、森田明仁、与田斗真の3選手を招いて開催され、ジュニアチームで活動する小学生やハンドボール部に所属する高校生たちが参加しました。手つなぎ鬼ごっこと呼ばれるユニークな方法でウォーミングアップした後、子どもたちはパスの回し方やシュートの打ち方のほか、競技に対する姿勢を学んでいました。参加した子どもたちは一流選手の技術を目の当たりにしながら、貴重な交流を楽しんでいる様子でした。